はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第185回でございます。今回テーマが調子がいい時悪い時というテーマで話します。で、本当は今週ねお休みのはずだったんですけど、メールをいただいたやつでどうしてもちょっと話したいことができたので急遽撮っております。で、急遽撮ってるんで今アップしてる1時間半前ぐらいに今喋ってるんですけど、2人の息子今部屋にいる状態なのでちょっといろいろねガシャガシャ言うかもしれないんですが、そこはねお許しください。で、本編話す前に1個下のことを先に話します。ちょっと前に卒業記念動画っていうんで今伝えてありがとうありがとうっていう気持ちをみんなから集めて1本の動画を作りますという話をしました。で、それの締め切りが16までだったんですけど、少し遅れてもいいですかみたいなのをね何人かいらっしゃったので、スケジュール上自分22から編集とか作る予定なんですね今のところ。だから明日、明後日、20、21のうちに送ってもらったものでしたら、編集の時に入れることができますので、そこまで受け付けます。もしね、まだ参加してみようかなって思う方がいたら、ぜひ参加してみてください。で、ざっくり言うと、メールで送っていただきたいんですが、タイトルに卒業と書いてください。で、本文の方に、感謝を言いたい相手、〇〇へと。ただし、フルネームはやめてください、相手。〇〇先生へとかだったらいいと思うんですけど、あと本文とその感謝の思いね、本文と都道府県名とみんなのペンネームです。ここも本名をやめてください。で、メールアドレスがその黄色の部分ですね、はい、ちアンダーバー数字の4アンダーバーリーフアットマークヤフー .co.jp でございます。ぜひね、まだ受け付けておりますのでよかったらご参加ください。あ、そうそう、ただ言わせてもらっててね、結構な数の方がその自分宛て、配置宛てにその送ってくださってる方がいらっしゃるんですけど、それは自分の個人的に俺の宝物としてメールで保存させてもらってるんですけど、その動画内には書くことはしませんので、そこだけお許しください。ちょっとね、それは自分が作りたい意図とは外れてしまうので、ただ、保存して落ち込んだ時に読ませてもらってますんで本当にありがとうございます。では本編いきましょう。で、調子がいい時悪い時っていうことなんですが、今年ね、プチ目標でダラダラジオを短く済ませるっていうのを目標に一応持ってるんですけど、みんなさ、こう生きてきた中ですげえ調子がいい時と悪い時ってあると思うんですよ。うまくいってる時となんかうまくいかないっていう、これはきっと恋愛、部活、勉強、家族関係、友達関係いろいろあると思うんですけど、でね、例えば勉強と部活とかにしようか、そこちょっと2個じゃあ注目して喋っていくと、みんながさ練習頑張ろうって思う時って調子がいい時悪い時どっちかっていうと、これきっと分かれると思うんです。そう、ただこれ大丈夫、どっちかっていうとやっぱり調子が悪い時にやべえってやんなきゃって思うことが多いんです、人間っていう。これ本で読んだんですけど、やっぱり例えば勉強で成績下がってきたらやべえもっと勉強しなきゃっていう、部活でじゃあどこどこに今まで負けたことなかったのに負けたりしたらやべえもっと練習しなきゃみたいなになるんですけど、実はこれすごく大事なことがあって、調子がいい時、物事がうまくいってる時こそいっぱい練習しなきゃいけない。そう、これがねぜひ覚えておいて、伝えたいことなんですけど今回ので、どういうことかっていうと、ざっくり言ってしまえば調子が悪くならないように一生懸命練習するの。悪くなってから切り替えるんじゃなくて悪くしない方がいい。で、よく考えて、みんなもし生きていく中で調子がいい時が長く続いた方がいいでしょ。もちろん悪い時は来るよ、来る、スランプも来るしうまくいかない時も来るんだけど、その期間をもちろん悪くなってからそれを早く切り替える、悪い期間を短く済ませるっていう方法もあるんだけど、でも今そこじゃなくって、じゃあできる限り悪くしないようにしようっていう、いい？それをぜひ覚えておいてほしいんです。で、なんで今回この話をしたかっていうと、受験ね、受かった子からやっぱり今すごくねメールをいただいてるんですけど、読んでいく中でもうね、なんて言うんだろう、自分で分かってるんだよね、油断してるのが、もう気が抜けちゃってみたいな。で、調子いい時じゃ今もう受かってやったぜみたいな。そうで、やっとぜに浸るのはもういいんだよ、本当に頑張ってきたことだからね、全然いいんだけど、きっとそれが続くと足元救われるんだよね。高校入ってすぐ、大学入ってすぐわからないですけど、調子が悪い時にすぐ入ってしまう。で、特に高校生、
に関してはスタートこけるとかなりきついです。3年間、特に最初のテストね、最初のテスト本当にこけちゃダメだよ高校生。あっし、新しくで高校生になる子たちね。だからそうならないためにも調子がいい時だからこそ、今中学校の復習とかで高校の予習何やったらいいですかって結構質問を受けるんですが、これね、教科書、高校って教科書めちゃくちゃ種類が多いんですよ。で教科書によって、みんなのね行く学校の使う教科書によって違うんで、履修するところの順番とかも科目というかそれも違うから、そこはねちょっと一概に言えないので、まあもしあれだったらそこに通ってる先輩とかがいればね、どこだったらいいですかって聞くごめん聞くのがいいと思うんですけど、そうだから復習に関してしか言えないんですが、まあ中学校で勉強したことね、マニアックなことまで復習しなくてもいいんですけど、例えばじゃあ数学だったら因数分解とか展開とか解の公式とか簡単な計算問題の公式、またやるからね、使うからね、高校入ってもその辺でもいいと思うし、まあ、二次関数とかも出てくるからさ、高校入ってもね、そういったことも復習して、でなんだっけこれっていうのをなくして、で前のダラダラジオでも話しましたけど、ね、勉強するっていう習慣をつけた状態でぜひねスタートしてください。これは、仕事をするようになってからも同じです。いい、調子を悪くしない方がいいの。できる限り調子がいい時が続くように、いい時だからこそ、だからこそ一生懸命練習してください。いいかな、それをぜひ伝えたくて今回喋らせていただきました。では今回はハイチのダラダラジオ第185回、テーマ調子がいい時悪い時と、これで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で次回なんですが、ちょっとイベントが直前なので、多分撮れるかな、撮れると思うんですけど、まあまだテーマね決まってないんですが、もしよかったら次回の方もねぜひ聞いてみてください。でさ、最初にも話しましたけど、その卒業記念動画の方、あのね、まだ振るってご参加ね、応募待ってますので、もしよかったら参加してみてください。では今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。